すみません、私。な。え？悪いけど、俺財閥とか逆玉とか興味ねえし、これでも受験生だし、誰とも付き合う気ねえから。わかんねえの。おめえは全然タイプじゃねえって言ってんだよ。え、いや、待ってください。話を。だよ、しつけえな。はあ、いい。は？指長いって言われたことありませんか？まあ、あるけど。やっぱりそうですよね。近くで見ると、ほんと綺麗です。綺麗なわけねえだろ、こんな豆だらけの手が。スペシャリストの手ですよ。三女そこらのツルツル手なんかとは比べ物になりません。あ、この角度、これです。この人差し指の心筋が。心筋？これです。指の根元から手首に向かって伸びてるこの筋です。これが心筋の腱。それにしても男性の手って硬いんですね。爪も健康的で。あ、でも指先の皮膚が少し厚い。ということは書道とか剣道とか普段は何か指を使う仕事を。おい、こら待て。あ、ストップやめろ。とにかく待て。聞いてた話とだいぶ違えんだけど、どういうこと。話？一体何のことですか？